イタリアのサッカークラブの下部組織。イタリアのサッカークラブの下部組織は、各年代ごとに分かれた、イタリアのサッカークラブの育成部門の総称である。この項目では、各年代ごとの名称、及びそれらの特徴を述べる。イタリアのプロサッカークラブは、プロ契約した選手たちが登録し、試合を行うトップカテゴリー。イタリアではプリマスクアドラ。 ファーストチームの意のチーム以外に主に未成年者を対象とした性部門を設けている。各クラブによってそれらのチーム数や名称は異なるが代表的なものは以下のような名称で呼ばれる。プリマベーラはイタリアのサッカークラブの育成部門の最上位に一致している。各クラブによって若干の違いはあるが主な構成選手は17歳から18歳の選手である。 株組織の中でも実質的にトップカテゴリーの選手たちの予備軍となる部門がプリマベーラとベレッティであり、前者はセリエ A とセリエ B に所属しているクラブに使う名称であるのに対し、後者はレガプロプリマディビジオーネ、旧セリエ C1、レガプロセコンダディビジオーネ、旧セリエ C2 に所属するクラブで使用する。名称の違いは参加する大会名の違いでもある。 ここでは主にプリマベーラについて記述する。プリマベーラの選手はリーグ戦のカンピオナートプリマベーラ、またはカンピオナートベレッティ、カップ戦のコッパイタリアプリマベーラ、世界各国のユースチームが参加するトルネオディビアレッジョ、また2004年からは、その年のリーグ戦とカップ戦の優勝チーム同士が戦うスーパーカップのスーペルコッパプリマベーを戦う。所属選手たちはこれらの大会や、 普段のトレーニングにおいて自身をアピールし、所属クラブとのプロ契約や他クラブからのオファーを受けることを目標としている。また、プリマベーラはこういったプロの予備軍としての側面以外にも、所属クラブのトップカテゴリーの選手が怪我などにより離脱した場合、トップチームに人員を供給したり、逆に怪我から復帰したトップカテゴリーの選手が試合感を取り戻すために、 プリマベーラの試合に出場したりするなど、各大会で出場人数制限あり、トップチームのリザーブメンバーや練習期間しての役割も果たす。トレーナーからの指導も下のカテゴリーに比べより戦術的となり、第一戦で即戦力となりうるような練習をこなしている。アディエビア、その一つ下のカテゴリーであるジョバニッシミは13歳から15歳の選手が所属している。 プリマベーラがプロの予備軍と位置づけられるのに対し、この部門は純粋な育成部門である。ビッグクラブなどは、イタリア国外からも優秀な選手をスカウトし、育成することによって、自身のトップチームを人材面から補助する役割を期待する。一方で、プロビンチャのクラブ、地方のクラブなどは、独自のスカウト網や育成法を駆使し、 将来的に多額の遺跡金を期待できるような選手を育てるなど経済面からもこの部門に期待している。前者はユベントス、AS ローマ、後者はアタランタ BC、US レッチェなどが有名。この年代からはプロを目指し本格的にビッグクラブの下部組織へ進むものと地元クラブでサッカーを続けるものに分かれる。プロを目指す選手たちの中には クラブが所在する地域に住む選手だけではなく、イタリア全国や国外からスカウトされてきた選手たちもところ属する。レベルに応じて、イタリア全国のチームが参加するナッチオナーリ、州周辺地域のチームが参加するレッチオナーリ、県内のチームが参加するプロビンチャーリなどの3段階のリーグ戦があり、この段階で選手たちは古いにかけられていく。また、 これらのリーグ戦で戦う選手は、イタリア国外からのスカウトの対象にもなっており、近年では、パルマ FC のアリエビに所属していたジュゼッペロッシア、アルトゥーロルポリがそれで国外のマンチェスターユナイテッド、アーセナルに引き抜かれたりしている。しかし、日本で中学生に相当する、この年代の過剰なスカウティングは、近年問題にもなっている。また成長期にあたる、この年代は、 本格的な戦術の知識を勉強するよりも、フィジカルトレーニングに重点を置き、専門の教育を受けたトレーナーや、フィジカルスタッフによる管理のもとに徹底した成長、リキュラムをこなしていく。エソロディエンティア、さらにその下のプルチーニ、ピッコロアミーチは6歳から12歳の選手が所属している。この部門は、クラブチームの育成部門としてより、 地域のサッカースクールの意味合いが強い。サッカーを楽しみながら、基本的な技術を覚える。遊びを通したカリキュラムによって、ボールの扱いのみならず、サッカーというスポーツの楽しみや集団でのコミュニケーション、などの人間性の育の場としての役割も担っている。また、試合には、所属選手全員が出場しなくてはならないルールがあるなど、競争意識よりもプレーする機会を与え、 可能性を与えていることも特徴である。しかし優秀であれば、ここからセリエ A のユース部門、アディエビア・ジョバニシーミにスカウトされる場合もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。